そう、またね、またね、またね、はい、じゃあまたね、やばかやばか、嘘嘘、やばいやばい、あー面白かった、やばかったね、はい、じゃあね、今からね、ちょっと私新しいニューバイクをニューバイクを受け取りに行きたいと思います。さあ、何のバイクを受け取りに行くのでしょうか。いや、大丈夫でしょ。ちょっと押してもらっていいですか。あ、すいません、はい、はい、大丈夫です。で、本田さん家に一回行けばいいかしら。あ、する。はい。で、部品場。そうだ。はい。当たるかどうかです。うん、うん。はい。あ、その、ほら、言ってたじゃないですか、さっき。あの、LINE で。うん。メンテバスヨットバ取っとかやね。そうそうそう。その時でも本田さんの顔とかチラッチラ多分映ると思いますけど、うん、あ、よかったですか。え、俺知ってるやつばっかりだ。そうっすけどね。こっちは OK です。はい、これが、はい、これで、はい、正真正銘。おお、はい、ありがとうございます。で、ちょっと入ってるぐらいですね。うん、まあエンジンばかけたりする分があれば、うん、で、乗れるようになった時に乗っていく分になればね。バッチリっすよ。バッチリじゃん。はい、あ。クラッチ、朝っていうか、この辺っすね。あれ？これは、ハザードか。はぁ、あ。そうですね。ちょっとなんか手前に引きながらみたいな。うん、ああ、ハザード。ハザード。はぁ、あ。スタンド。あ、なるほど。あ、大丈夫っす。はい。
これはね、はい、あのセローはメインスタンド、サイドスタンドの2、はい、ここけど、これってスイングアーム式のスタンドやけど、ちょっと遠かったよね。あうん、ちょっと後ろっすね。ワイヤーにオイルが出てやって、スロットルームかね。はい、そっちは良かったですね。全然問題なかったですね。なんかめオフに乗ってる感はめっちゃ強いっす、それ。もうせっかくのグリスはここしようかね。ああ、はい。はい、やばいっすね、来ましたね。やっぱね、本田さんのいなかったらここまで動かなかったからですね、はい、動けなかったと思うんで。じゃあ、島原自動、ん、島原自動もつくんですか。いや、島原二輪研究所。あ、はい、島原二輪研究所で作っていきましょうかね。覚悟を決めましょう。じゃあ一旦今日は帰りますけど、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。今の多分ぼやけてますね。